たち愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタシズンミュージックパーク豊田市民音楽広場にお越しの皆さん、改めましてこんばんは。こんばんは。はい、3月第1金曜日ということで、第1、第3金曜日の19時からいつもこの豊田市駅前ギャザビル南広場でこのトヨタシズンミュージックパーク豊田市民音楽広場行われているんですけれども、第1金曜日がアイドルデー、第3金曜日がアーティストデーということで、今週第1金曜日は久しぶりにね、はい、アイドルさんのゲストでルツヤーナさんが来てくださいました。今絶賛物販中なので物販中なのでぜひよかったら小学生のメンバーと席を取りに行ってみてください。3月1日ということで、なんと、はい、ちゃん今日、あ、そうなんですよ、卒業したんですね。高校卒業してきました。おめでとう。JK ブランド終了いたしました。3月いっぱいまで。あと1ヶ月だね。あと1ヶ月だね。そうちなりはもう終わった。ちなりは、はい、次へと5日に卒業して5日に卒業ということで、ちなりは中学校、ね、中学生メンバーが今日お休みの愛とちなりということで、はい、ちょっと早いんですけども、卒業おめでとうございます。おめでとうございます。はい、早いですね。卒業シーズン、はい、ということで今日の衣装は制服にしてみました。そうだったんだ。あ、そうだったんだ。うん、そういう理由なんだね。うん、寒いからと思った。うん、そんなに良くないよ。だってね、そのストッキング入ってるから、まあ、ダメだよ。それは年齢のせいですはい、ということで私たちスタートは絶賛、2月13日に8枚目のシングル「ご当地ソング」をリリースしまして、絶賛トヨタ縦断リリースツアー中なので、ぜひね、トヨタ市内私たちとたくさん回っていただけたらなって思っておりますので、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。応援しましょう。それではそんなアルバムの中からたくさん曲をやっていきたいと思います。盛り上がっていこう。それでは聴いてください。リード曲です。ご当地ソング。
愛知県豊田市のご当地アイドル、トヨタの星スタートでした。